それでは中国の昔話で月を入れ、それはそれは大昔のこと。天には太陽があるだけで月はありませんでした。星もありませんでした。夜になるとあたりは真っ暗闇でした。ところがある晩のこと、突然空にギラギラ燃える月が現れたのです。その姿は丸くもなく四角でもなく、たった今山の上から落ちたばかりの岩のようにゴツゴツしていました。月は怪しい光を投げかけ、田や畑をすっかり枯らしてしまいました。人々は暑くて死にそうです。夜もろくろく眠れませんでした。その頃、ターシー山のふもとに若い夫婦が住んでいました。男はヤーラといって弓の名人、いつも山の中を駆け回って狩りをしていました。女はニオといって旗織りが上手、いつも家で美しい錦を織っていました。ある時ニオは、人々が月に苦しめられているアリ様を見てヤーラに言いました。あなたは弓の名人、あの月を射落としてみんなを助けてください。ヤーラは弓と矢を持ってターシー山のてっぺんに登りました。そして矢をつない、弓を引き絞り、月に向かって矢を放ちました。ところが矢は半分もいかないうちに落ちてしまいました。次の矢も、その次の矢も落ちました。続け玉にいた100本とも皆落ちてしまったのです。矢はすっかりなくなりました。ヤーラはがっかりして空の月を仰ぎました。そして山のふもとの黄色く枯れた畑や痩せ衰えた人々を見つめました。ヤーラは長い長いため息をつきました。とその時、突然後ろの大きな岩がギーッと音を立てて門のように開き、中から白いひげの老人が現れました。ヤーラよ、もしも力が欲しいなら、南山の大虎と北山の大鹿の肉を食べる、そして虎の尾の弓、鹿の角の矢を作って弓でいればきっと月まで届くだろう。老人はそう言うと、岩の中に姿を消しました。岩の門はまたギーッと音を立てて閉じてしまいました。ヤーラは家に帰ってニーオに相談しました。困ったことだ。あの虎と鹿は前にも弓でいたことがあるのだが、皮が厚くて矢が刺さらなかった。大きな網で捕まえるほかにはどうしようもない。だが、どこにそんな丈夫な網があるだろう。ニオはしばらく考えていましたが、やがて自分の長くて美しい髪をなでながら言いました。これで
編みましょう。ニオが髪の毛を抜くと、不思議なことに髪の毛は抜く後からまたすぐに生えてくるのです。二人は昼も夜も編み続けました。三十日の後にはそれはそれは大きい丈夫な網が出来上がりました。二人は網を持って南山へ行き、大虎の洞窟の口をすっぽりと囲みました。やがて虎が食べ物を探しにのっそりと出てきました。ヤーラはさっと網の口を閉めました。虎は大暴れに暴れ、ひっくり返り吠えたて、その声は山中に響き渡りました。ヤーラは斧で虎を退治して家に持って帰りました。今度は北山の大鹿の洞窟に網を張りました。そして鹿も退治しました。ヤーラはそれらの肉を食べると素晴らしい力が体中に湧いてきました。ヤーラは虎の尾で弓を作り、鹿の角で矢を作ってターシー山のてっぺんに登りました。そして矢をつない弓を引き絞り、月に向かって矢を放ちました。ひょー、矢は月に向かってまっすぐに飛び、ピカッと音を立てて月に当たりました。月から火花が飛び散りました。火花は空に散らばって星になりました。矢は月に当たるとくるりと向きを変えてまたヤーラの手に落ちてきました。ヤーラはもう一度月に向かって矢を放ちました。こうして100回も居続けました。月のゴツゴツした角はみんな空に飛び散って、空は星でいっぱいになりました。月はすっかり丸くなりましたが、あの怪しい光は相変わらず地上を照らし続けています。ヤーラはしょんぼりと山を降りました。ニオン、どうしたらよいのだろう。あの怪しい光を遮るものが欲しいのだな。その時ニオンはニシキを追っていました。ニシキには金色のカツラの木の下に立っているニオの姿が織り込まれてありました。そしてニオはこれからヤーラの姿も織り込もうとしていたところでした。ニオは言いました。この錦を矢の先につけて空に居上げなさい。ヤーラは錦と弓矢を持ってターシー山のてっぺんに登りました。そして錦を矢の先につけると月に向かって矢を放ちました。ひょー、矢は月に当たり、錦はすっぽりと月を覆ってしまいました。月はもう怪しい光を放ちません。柔らかな清い光を地上に投げかけています。人々は喜びの声を上げました。ヤーラは山の上で微笑みながら月を見つめていました。とその時突然、月を覆った
2匹の中の2羊が動き出しました。月の2羊が地上に向かって手招きしているではありませんか。すると家の戸口に立っていた2羊がふわりふわりと舞い上がり、あれよあれよという間に月の中に飛び込んで、2人の2羊がぴったりと一つになってしまいました。見ていたヤーラは思わずヘタヘタと座り込んでしまいましたけれども、目だけはしっかりと見開いて月を見つめ、胸の中で叫びました。ニオ、どうしてお前は錦の中に私の姿も織り込んでくれなかったのだ。ニオ、降りてきておくれ。ニオ。すると月の中のニオが動いて、自分の髪の毛をほどいて、長い長い一本のおさげを編みました。そして月がちょうど山の上を通るとき、ニオはそのおさげを山の上に垂らしました。ヤーラはそれにしっかりとつかまると、スルスルと猿のように登って月の中に入りました。二人はしっかりと手を握り合って喜びました。こうして二人は月の中で錦を織り、ヤギやウサギを飼って幸せに暮らしました。ご覧なさい、あの月の中の黒い影、あれがニオとヤーラなのです。美しい、多分皆さんの頭の中に星空とかね、綺麗な画像がいっぱい結べたのではないかと思っております。ありがとうございます。それではガラッと変わりまして、うさぎ犬の長野さんですが、よろしくお願いします。皆さんご存知ですよね、有名なお話なので。この3人の手にかかるとどんなお話になるんでしょうかね。楽しみにお聞きください。小僧さんが住んでいた。秋になると寺の裏山には栗がいっぱいになって、風が吹くとカラッと落ち、
また風が吹くとガラガラと落ちて、なんぼでも拾えるねんと。ある日のこっちゃ、小僧さんの和尚さんに、和尚さん、和尚さん、俺、栗拾いに行きてえな、行かせてくれんかと頼んだ。和尚さんの頭を打って、さあ、だっちゃかん。栗なんか拾いに行かんかって言いがんや。鬼ばばが出るとこまっさがいに、って止めたがやけど、この小僧さんが何とも聞き分けのないガキやったさかいに、鬼ばばなんかおらんし、どこにこんなもんおるげんて、どうしても行かせてくれと、言うことを聞かずに出てった。和尚さんは、まあ、待て待てと呼び止めて、困ったことがあったらば、これを使えと、お札を三枚くれてやった。小僧さんが、そのもらったお札を懐に入れて山に行ったのや。山に着くと、風が吹くたんびに栗がカラカラと落ちてくるもんで、まあ面白うて面白うてしゃあない。小僧さんがごっぱになって拾ううちに、思わず山深く入ってってしもうた。すると奥の方から、あら、なんといちゃけな小僧さんやいね、寺から来たがんか、こっちにもまあそい栗なんぼでもあっと来い来いと声がする。見ると髪をきちっと言ってお羽をつけたばあさまがおった。おや、俺栗拾いに来たがんや。小僧さんが言うと、ほんならわてのうちに来い。大きい栗でもちっちゃい栗でもなんぼでもあっぞ。炙っても食えし、祝えても食える。ぜひとも来いよ。こう言うて進めるもんで、小僧さんがこのばあさまの後からついてったのよ。ばあさまの家に着くと、ばあさまが本当に大きい栗をいろりで焼いたり、ちっちゃい栗を湯がいたりして、小僧さんに腹いっぱい食わしてくれた。小僧さんが腹が膨れると、うつらうつら寝太くなってきたといいね。こうするとばあさまの布団かけてくれて、じっくっと眠らっしゃいって言うわ。真夜中、小僧さんがふと目を覚ますと、雨だれの音がしとった。じっと耳を澄ましとくと、雨だれはこんな風になっとった。タンクタンク、近藤よ、起きてバンバのつらみで、タンクタンク、近藤よ、起きてバンバのつらみで。小僧さんはハッとしてみると、さっきまでニコニコと笑うとったばあさまが、頭に角を2本もあやして、くちゃ耳まで裂けて、真っ赤な舌をベラベラっと覗かせと。鬼ばばや、かあたいへんや、なんとかして逃げんなんと小僧さんが考えて、なんば、俺便所に来て、震え声で言った。すると鬼ばばは、だっちゃかん、ここでやれば、と言う。もったいなくて、ここではとってもでき、便所に行かせてくれ。と小僧さんが言うと、じゃあかしがきめ、逃がしゃせんねんぞ。鬼ばばの方言うて、小僧さんの腰に縄を巻いて便所に行かした。そして、鬼ばばな、縄の端をパクパクと引っ張って、小僧、まだか、と言うまった。小僧さんが、まだや、と言うて、震える手で縄をほどいて、和尚さんからもろたお札を一枚取り出して、その縄を結びつけた。こうしてひそひそ声で、俺の身代わりになって返事してくれ、と頼んで、我が名は窓からそっと逃げ出したがいい。鬼ばばが、
小僧、まだか。というと、お札が、まだまだばんばと答えるわけ。小僧さんがこの間にどんどん逃げた。鬼婆婆は、小僧さんの便所があんまし長いもんで、とうとうしびれを切らして覗いてみた。すると、便所なもぬけの殻で、お札ばっかの返事しとったと。ヤレクさん、こいつは騙された。鬼婆婆がカッカになって怒って、小僧さんを追いかけ始めたわや。待て。待て待て小僧。小僧さんもがっぱになって逃げたがやけど、鬼の足にはかなわなんだ。たちまち追いつかれて、今にも捕まりそうになったもんで、小僧さんが二枚目のお札を取り出して、大きな砂山をメロッと叫んで後ろへ投げつけたがや。すると鬼婆婆の真ん前に大きな砂山がボカーッと出た。鬼婆婆がよじ登ろうとするとズルズルと落ちる。また登ろうとするとズルズルと落ちる。手間暇かけというちに小僧さんがどんどん逃げて、待て待て待て小僧。怖けど鬼婆婆はまたすぐに追いついてきた。小僧さんが最後のお札を出して大きな皮でロッと叫んで後ろへ投げつけた。すると鬼婆婆の真ん前に大きな皮が堂々と流れ始めた。鬼婆婆はドボンドボンと川を渡ってるうちに、小僧さんが逃げて逃げて、やっとお寺の門にたどり着いた。小僧さんがどんどんどん門を叩いて、和尚様、和尚様、鬼婆婆が出た、助けて、と叫んだ。だけど和尚さんが落ち着いたもんで、だから和尚行くなっちゅうたやろうが、という。小僧さんは気が気でない、もう泣き声あげて、はよはよあげて、鬼婆婆に捕まえられて食われてしまうがいね、と泣き叫んだ。和尚さんは、仕方のない小僧や、これで懲りたやろ、と言うて、門を開けてやって、小僧さんをいろり端の大根穴に隠して、バターンと蓋をした。そして和尚さんが知らんぷりして、いろり端で餅を焼き始めたのや。おすっとそこに鬼婆婆が、目をギラギラ光らせて入ってきて、和尚和尚、ここへ小僧こんかったか、人だまして不定やろうや、と言うた。和尚さんは、小僧か？小僧は山に栗拾いに行ったまんま、まだ帰ってこんぞ、と言うた。鬼婆婆は、嘘つけ。わての栗たらふくって便所から逃げたんや、来たはずや。なあ、こ。こう言うて、和尚さんが餅かやしとっと、鬼婆婆は、ん？和尚さんは、餅焼いとるなんか、わてもっちゃ大好きや、一つごっとしてくれんか、餅をねだった。和尚さんは、よしよし、ほんならまず上がれや、餅ぐらいなんぼでもごっとするけれども、この前に、わしとお前で化け比べせんかいや、と言うた。鬼婆婆は喜んで、よし来たやろう、わて何でも化けら、と言うたから、和尚さんは、そらっと、いろり端をたたいて、たかづく、たかづく、たかづくよ。たんたん、たかづく、たかづくよ。と唱えると、鬼婆婆はどんどん伸びて、伸びすぎて、天井に仕えて、また頭から降りてきた。和尚さんはびっくりして、今度はこう唱えた。ひくづく、ひくづく、ひくづくよ。ひんひん、ひくづく、ひくづくよ。すると、鬼婆婆はどんどん縮んで、日ばしぐらいになった。ほんでも和尚さんがやめんとかって、ひくづく、ひくづく、ひくづくよ。ひんひん、ひくづく、ひくづくよ。と唱えると、鬼婆婆はもっともっと縮んで、とうとう、豆粒ぐらいになった。和尚さんは、この時を逃すなと、餅を取って二つに割り、
その豆粒を挟んでパクッと食べてしまった。それからはこの辺りに鬼婆婆がでんくなったと、これ切ってトッピングさらりのプーン。本当に今日はありがとうございました。